今日県庁を訪れたのはユン・ドクミン駐日韓国大使です。ユン・ドクミン大使は昨日那覇市で開かれた韓国と日本が共同で開催した韓日文化キャラバン in 沖縄の盛況を祝って玉城知事を表敬しました。昨日は、まあ、大変盛大な あれができまして、本当に、まあ、たくさん沖縄の県民とか、あるいは、まあ、こちらにある東方韓国の東方もみんな喜んだんじゃないかと思います。はい、玉城知事は文化交流に国境の垣根はないと話し、互いの歴史や文化について大使と意見を交わしました。